ここは一見簡単そうに見えて地味に難しい。この弾の感覚がいやらしい。うまくすり抜けて、うまくやっつけ。で、次のトゲはどこ判定？どこで来る？もうちょい先か？ここか、危ない。でもここを抜けちゃえばね、もうすぐにセーブポイント。いいね、親切設計で。窓からゴルゴ、窓からゴルゴにやられた。相打ち。窓からゴルゴが暗殺どころか、こっちにやられ、お、危ない。で、ここは乗って、で、どこら辺、あー、もう行っちゃうのか。振り出しに戻ると、もうちょい先ぐらいからビョーンって行かないとガーンされちゃうね。ガーンされる前にピキューンされたね。いろんなとこに気を配りつつ、危ないからここで今日はやめておきます。